皆さんこんにちは、クロメジルバカです。今日はミートザビートが終わって1週間後の週末です。ちょっとミートザビート以降仕事も忙しくてハードだったんで疲れておりますが、またビートに乗っております。今日はですね、この半年ぐらいの目標であったミートザビートに無事ビートで行けて、それで皆さんと楽しくお話もできたので、この半年ぐらいですね、維持的だいじりの総括をしてみたいと思います。思い起こせば半年前ですね、正月明けすぐに私はタイミングベルトの交換にチャレンジしようということでタイミングベルトの交換を始めました。で、タイミングベルト交換したのは、まあ、前回の交換記録を見て距離とそれから期間もすごく経ってたので、まあ、ベルトが切れてエンジン壊れちゃったらものすごい出費になるということで、それだけは避けたいと思いましたので、タイミングベルトの交換をすることにしたんですけど、まあもちろんですけど私のことなんでそういうの自分でやってみたいというですね、好奇心があったんでやったんですけど、それでまあ結局タイミングベルト交換で済むはずだったのが、これも動画にしますので見ていただきたいんですけど、自分素人なんでもうベルト外した状態でクランクをぐるぐる回しましてですね、で結局バルブとピストンがヒットした状態というのを知らずに、そのままグイ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 クランク回して、視聴者の皆さんからもうそれバルブ曲がってんのちゃうか、大丈夫かっていうコメントをたくさんいただきまして、で気になってしょうがないんでお友達の K さんにファイバースコープ借りてエンジンの中覗いてみたりしたんですけど、まあそれでもなんか気持ち悪くてですね、これでこのまま知らん顔して走るのも嫌だなと思ったんで、ヘッドを下ろしてチェックするっていうことをやろうと思ってヘッドを下ろしまして、下ろしたんだったらもうオーバーホールしないとなということでオーバーホールするということになったわけです。でオーバーホールやってエンジンすごく変わったかというと、めちゃくちゃ変わりました。これはですね、まあなんというかエンジンがイメージ、まあ、2倍っていうのは言い過ぎですけど 1.5 倍ぐらい軽くなった感じです。なのでめちゃめちゃ気持ちいいです。でヘッド下ろして実際何やったんやって言われると、まあ大きくどうでしょう、3つぐらいですかね、このエンジンが軽くなったっていう感覚に影響するのは、1つはですね、ヘッドを下ろしてとにかく全部洗浄しました。めちゃめちゃ綺麗になりました。ヘッドの部品全部洗ったのと、インマニ系、それから液マニも洗浄液につけて洗いました。なので蓄積してたカーボンとかゴミとか、まあ、とにかく真っ黒だったんですけど、それも全部綺麗になりました。まあ、なので今までこのそういうゴミとかカーボンとかで通りが悪かった部分というのはすごく通りが良くなっていると思います。はい。で掃除という意味ではバルブをですね、もう徹底的に掃除しました。バルブがやっぱりその、まあ、これあれカーボンだけじゃなくて実際見た目にも太くなってましたんで、特にその給排気する部分の傘の部分ですね、傘の根っこの部分とか、もうあれなんつかね、カーボンじゃなくてあれはデポジットって言ったかな、なんかそういうもう石のようなものに囲まれてまして、なんで石をリューターでもうすごい時間かけて擦りました。なのでその実際バルブの太さがこれぐらいだとして、イメージこのぐらいの太さになってたんで、そういう意味でバルブがこう開いて給排気をするんですけど、その部分にですね、まあ余分にこう何かが詰まってたみたいな感じになってるんで、それが全部なくなったので空気の流れがすごいスムーズになったんだと思います。あともう一つその影響があったと思われるのは、やっぱりバルブをすり合わせしてバルブのその当たる部分ですねを綺麗に磨いたので、それでエンジンの圧縮が上がっただと思います。なのでちょっと今日これ試運転
というか、まあ暖気運転のついでにちょっと近所走ってるんですけど、だいぶエンジンも温まったと思いますんで、帰って一回圧縮測定をしたいと思います。残念ながらバラす前に圧縮測定してなかったので、オーバーホール前とオーバーホール後でこんなに圧縮上がりましたっていうデータはちょっとお見せできないんですけど、今オーバーホールした後の圧縮がどれぐらいの数字になってるかっていうのはご覧いただけると思います。はい。それであと総括という意味では大きくあと2つやりました。もう1つはエンジンマウントの交換ですね。エンジンマウント4箇所あったマウント全部交換しました。でこれはそうですね、エンジンからのその細かい振動、体とかハンドルとかシフトとかに来ていたそのなんというか、まあ雑な振動みたいなのが全部なくなりました。なのでこれがまあエンジンオーバーホールしてエンジンが軽くなったっていう風に感じる原因の一つかもわからないんですけど、これはですねとにかく気持ちいいです。それでマウント交換した効果のもう一つ大きなのは、特に発進時とかそれから車庫入れの時にジャダーですね、ガタ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 っていうその変な揺れがあったんですけど、それはもう完全になくなりました。なので駐車場とかでなんか前はガタ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 みたいなのがあって、ちょっとなんかかっこ悪いなって感じだったんですけど、そういうのはもう一切なくなりました。はい。それと燃料タンクと燃料ポンプも新品に変えました。で交換前は症状として燃料が6リッター切ると左カーブ切った後にガス欠みたいな症状が出るっていうのがあったんですけど、それも完全に治りました。おそらくタンクは何の問題もなかったと思います。もうタンクダメだろうなと思ってほぼ新品のタンクを買ってたんでそれに交換したんですけど、まあ原因は燃料ポンプだったと思います。おそらくポンプが微妙にやっぱり浮いてたのと口が向きが悪かったとかなんかそういう原因だと思います。で今回私いわゆる対策品と言われてる燃料ポンプを買ってそれをつけたんですけど、もう本当にタンクのいわゆるサブタンクと言われるところの一番下にうまくくっつくぐらいギリギリを狙って、まあ、カメラ忍ばしてビデオ撮りながら確認してですねつけました。なのでいい感じの、まあ、一番そこの燃料も吸えるようになってくれてると思うんで、燃料が吸えないとガス欠みたいになるという症状はなくなりました。これは大きな改善ポイントだと思います。前まではそれが心配で燃料が半分切ったらもうすぐ給油に行ってたんですけど、まあ、そういうこともしなくてよくなりました。はい。あとはもう吹き上がりですね。吹き上がりがですね良くなりました。レスポンスもめちゃめちゃ良くなりました。とにかくちょっともう本当もう怒られますけど、無駄に空ぶかししたくなるような、はい、そんなエンジンになりました。もうビートのエンジン、もともともうちょっと踏んだらすぐ吹き上がってくれる超ハイレスポンスエンジンなんで、もう私がこれいじる前からすでに気持ちよかったんですけど、まあそれがですねますます気持ちよくなりまして、もうはい、アクセル踏むのが楽しくてしょうがない。もうニヤニヤが止まりません。ビート・ザ・ビートの往復も、まあ、これ私今撮影しながら自分もですねニヤニヤしっぱなしなんでまあ周りから見たら変なおっさんだと思いますけれども、はい、もうそんなこと気にならないぐらい気持ちいいんでニヤニヤしてしまいます。はい、最高っす。はい、ということでちょっと戻ってですね圧縮測定をしてみたいと思います。どんな数字になるか楽しみです。それでは、はい、圧縮測定するのにまず燃料ポンプのヒューズを抜けっていうことだったんですけど、よく分かんなくて調べたらビートのヒューズってメーターと燃料ポンプ兼ねてるみたいなんで、メーターの
ヒューズ抜いてみました。これでエンジンかかんなくなるはず。かかんないですね。うん、OK。 プラグを全部抜いていきます。まず1番シリンダー抜けました。熱い。1番って書いてあるな。よいしょ。はい、プラグ3本とも抜けました。で、このアストロで買ったコンプレッションペテスター、これは違うのか、サイズが。これいいんだな、このサイズですね。はい、まずは1番シリンダー入れていきます。難しいな。逆回しで、すごい入らんわ。あちちちち。よし、入った入った。これ入れるの難しいね。で、手順書によると、こいつですね。こいつを、よいしょと、抜いて、と、これアースしろと書いてあったので、これいいか。OK。OK。よし、これいいね。見えないので、iPhone で撮って、Apple Watch で、かろうじてこのメーターが見えるんで、これでセル回したいと思います。セルを全開にして、踏んでいます。回します。よいしょ。お、どうですか、これ。1300ってどうなんやろ。標準値14キロ。おお、なんでまあ十分ですかね。これ一番。もう一回やってみよう。おっ、どっか行っちゃった。1320ぐらいですかね。うん、いいと思います。次、2番シリンダーいきます。行こう。おお、これは1350ぐらいいきましたね。よし、3番シリンダーいきます。1400。おお、すげえ。3番が一番優秀です。 OK、 十分やな。もうさっさと戻そう。満足。よし、さっさと終わりましょう。よし、メーターのヒューズと同じところに、よいしょ、入れてと。 OK。 で、これで、よいしょ、エンジンかかると思うんだけど。で、OK。 ということで、私のビート圧縮はバッチリでした。なので、私が調子いいエンジンが 1.5 倍軽くなったと言ってるのは、あながち適当でもなかったということが分かりました。よかった。調子いいっす。いい感じです。よし、じゃあ片付けて今日は終わります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。またビートをいじっていきます。そろそろコペンいじりますんで、またコペンも見てやってください。それではまた。